家庭菜園ライフ。目黒区で菜園をしている西川です。今日はレモンの実を一つ一つ大きくするために大切な剪定作業をご紹介します。4月になるとレモンは脇芽が伸びていきます。このタイミングで重要なのが剪定作業です。昨年育っていた枝、長くなったもの、これをそのまま置いておきますと脇芽がうまく育ってくれません。栄養がその枝だけにどん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 行って不自然な形の樹形になってしまいます。脇芽も育ちませんので、できるレモンの数も少なくなりますし、大きなレモンに育ってくれません。そのために樹形を整えて脇芽を多く出すというような目的のために剪定作業を進めていきたいと思います。この作業はだいたい3月から4月に行う必要があります。4月の後半から5月になると開花が始まりますので、その時に剪定するのはもうタイミングが遅くて NG です。そのような時はもう放置するしか方法はないと思います。4月の前半は新しい脇芽が少し出てきているので見極めがしやすいと思いますので、そのタイミングがベストかと思います。それでは行ってみましょう。現在のレモンの状況を見ていきます。これが脇芽です。これがこれからぐんぐん伸びてその先に実がついてきますので、これを育てていきたいのですが、こればっかりが伸びていきますので、これは剪定で短くしていきます。で、こちらの脇芽を伸ばすようにしたいと思います。果樹は何でもそうなんですが、樹形をある程度整えるということも重要な作業になってきます。異常に伸びたものは剪定をして樹形を整えるということも重要になりますので、ぜひ皆さんもやってみてください。この葉っぱが黄色いのは冬越しの状態の時に黄色くなってしまっていました。徐々に緑が戻ってきていますので、これから温度が上がってくればちゃんと戻ってくれると思います。中には枯れてしまうものがあるかもしれませんが、全体が黄色くなっていたんですけれども、かなり緑が戻ってきています。それでは実際に作業を進めていきましょう。こちらは防寒のために不織布で行灯を作って囲いをしておきました。もう温度が上がってきていますので問題ないと思われますから、この不織布は外していこうと思います。外すタイミングとしては平均温度で15度ぐらいが続くようであれば外してもらって問題ないと思います。レモンは比較的低い気温に弱い作物です。霜の害もよく受けます。4月に入ればほとんどその心配はなくなるので外していただいて結構です。逆につけたままにすると枝が伸びるのを邪魔したりしますので、逆効果になると思いますから、気温が高くなってくれば外してください。それでは不織布を取りましたので剪定を進めていきたいと思います。やはり果樹はある程度樹形を整えることが重要です。それと脇芽の発達も促進させたいということになりますので、樹形を整えるためにまずは大きく飛び出しているところ、このようなところを切っていきます。それからこちらの方も大きく飛び出していますので切って整えていきます。木が硬いときは剪定バサミなどを使ってください。こちらも切っていきましょう。このような脇芽を残すような形で剪定を進めてください。こちらの方もご覧いただいたら分かるように脇芽が育ってきていますので、このような部分は残すようにしてください。ただ伸びすぎた枝の先端に芽が出始めるということもあります。でそのような場合は思い切って伸びすぎた枝は落としていただく方がいいと思います。それをそのまま放置しますと実はつくんですが、風で揺れて折れてしまったりというようなこともありますから、まずは樹形を整えて、それから脇芽を多く残すという形で剪定を進めてください。ということでこの作業を花が咲く前までに完了させましょう。これから後の作業というのは追肥をしておく必要があると思います。それも開花前にしなければいけないので、やはり4月の後半ぐらいに追肥の作業をしていただくのがいいと思います。果樹専用の肥料というのも売られているんですが、主にリン酸分を多く必要とするので、私の場合は鶏粉を使っています。その追肥の仕方を細かく紹介していきます。
それでは実際に肥料を与えていきたいと思います。果樹の場合でも株元すぐにやるのではなくて、離れたところにこのように溝を掘って、で肥料を入れていくようにしたいと思います。こちらは果樹専用の肥料ということで販売されているもので、主な成分としては窒素に加えてリン酸、カリはそんなに多くありません。そういうものを多く含んでいますので、これをパラパラと溝の中に撒いて土をかぶせてください。このレモンの大きさでしたらこの程度の量、これで約 20g から 30g 程度なので十分だと思います。肥料を入れ終わったら土をかけてこのように覆っておいてください。鶏粉なども同じような量で問題ないので、鶏粉の場合やはりこの木の大きさでしたら 50cc 程度を入れておいていただければ問題ないと思います。ということで剪定と追肥の作業をご紹介しました。これから温度が上がってきてレモンの害虫として一番多いのはアゲハチョウが挙げられます。アゲハチョウは飛来して1秒2秒止まる間に卵を産みつけます。卵は1週間ぐらいで幼虫に変わって幼虫が葉を食害します。最初の幼虫は青虫のような色でほぼ保護色に近いので少し見つけるのは難しいかもしれませんが、葉の表、葉の付け根、葉の裏にも幼虫がいることがありますので1枚ずつ丁寧にチェックしてみてください。また黒い卵が産みつけられている場合もあるのでそれも丁寧に除去してください。アゲハチョウの幼虫は非常に大食漢なので放っておくと歯がほとんど全滅してしまう可能性もあります。ですので頻繁に幼虫がいないかどうかチェックしてみてください。葉がほとんど丸坊主にされてしまうと光合成不足になって大きなレモンがなりません。その点は十分注意してください。それでは最後に現在食べ終わったレモンから種を取ってその種から苗を作っていますのでそれをご紹介したいと思います。こちらはトルコ産のレモンということでスーパーで売られていたもの、それを食べ終わった後種を取ってヒートマットの中で発芽させました。発芽したものをポットに植えたんですがもうすでにここまで育ってきています。これで背丈が15センチぐらいまで伸びてくれば実際に土に定植していきたいと思います。今年は育つだけで実はなるとは思いませんけれども来年には実がなる期待が持てますのでこれも大きく育てていきたいと思っています。レモンは比較的暖かい地域で育つ作物です。ですので寒さに弱いのでこのような簡易の温室で温度をできるだけ上げるようにしています。だいたいこの温室で35度ぐらいまで上がります。真昼には、夜は寒くなるんですがかなり温度が高く維持できますのでレモンの成長には適していると思います。ご自宅などでも暖かい窓辺などで育てていただければいいかと思います。今日はレモンを大きくするための剪定作業をご紹介しました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた。